キープロモーション株式会社代表取締役北川智弘よりご挨拶をさせていただきます。こちらの方が馴染みやすいかと思います。キータよろしくお願いいたします。今日は本当に皆さんお集まりいただきありがとうございます。週明け台風で本当に心配だったんですけど、まあ、もちろん通り過ぎたわけではないので皆さん営業大変だと思うんですけれども、貴重な機会、本当にこれだけのプロジェクトを携わってくださった方のおかげでこういう大規模なセミナーができたことを本当に嬉しく思ってます。ラブっていう本当にアイテムの一つではあるとは思うんですけれども、こういったまだ馴染みのない商材を使うことによって岡山の飲食業界が盛り上がってて、なんか楽しいことやってんなっていうふうになってくれたらいいなと思ってますし、僕もその発信のお手伝いをできたらと思ってます。今日は本当に楽しくラムのことを知ってもらえたらいいなと思ってます。よろしくお願いいたします。それではですね、本日の、メイン主役に登場いただきましょう。 MLA フードサービスシニアマネージャー三橋和則様より今のねラム業界についてお話しいただきます。三橋様、通称ラムハチ様、よろしくお願いいたします。おはようございます。始まる前に何人かにお名刺交換させていただいたんですけど、まだ全員にはお渡しできなかったんで、後ほどもしご興味あればお名刺交換させていただければと思うんですけど、ラムハチといって、もう全国、日本全国、北海道から沖縄まで、OG ラムのですね、オーストラリアのラム肉のプロモーションとかマーケティングをしておりまして、もう通り名はラムハチで通ってます。今回一応内容としては日本市場の羊のお肉の現状をまずご紹介して、世界の羊のお肉、世界の羊と、オーストラリアというのと、あとオージーラムというものについて、あとラム肉を実際に皆さん飲食店をやられているということですから、ビジネスにどう生かしたらいいかみたいなお話、そして、そのセールスポイントにもなるラム肉の魅力で、最後は改めて瀬戸内ラムプロジェクトについて、ご紹介したいなと思ってます。皆さん初めましてが ほぼ全員なので、どんなテンションで喋ったらいいか様子を見ようかなと思ってるんですけど、なんとなく岡山の皆さん意外とフレンドリーな視線をいただいている感じがして、割と真面目に話した方がいいですか、もっと硬い話の方がいいですか、割とこうフランクの方がいいですか。そのままパッション出した方がいいです。パッション出して大丈夫ですか。出しちゃいますよ。わかりました、やりましょう。じゃあこんなライブはやめます。前に行きますね。はい、なるべく皆さんに思いが伝えられるように全力でお話しさせていただきますね。邪魔ですね。大丈夫ですか。お話しさせてください。まず改めですね、MLA っていうのは覚えなくていいです。全くミート&お肉、畜産のミートとライブストックでは家畜って言って、要はオーストラリアって、生肉、お肉とあと家畜を輸出している国なんですね。その、頭文字で MLA という、団体になります。非営利団体になります。でオーストラリアの牛肉 OG ビーフ、そして、羊のお肉 OG ラム、あと焼肉、この3つを作っている生産者の人たちのお金で、日本全国でオージービーフ、オージーラムをたくさん食べてもらえるようにマーケティングとかプロモーションしている、なんか JA に近いような、そういった農畜産団体になります。こんなところは飛ばしましょうね。で、サクサクっといいます。実際にどういう活動をしているかというと、羊のお肉をプロモーションするのに、我々 MLA といっても誰も何もわからないので、現場で食のプロの人たちと一緒になって、PR 大使みたいになって、ラムバサダー、ラムアンバサダーということで、日本全国でラムのプロモーションをやったりですね、あとは北海道が圧倒的に消費が多いので、北海道でジンギスカン応援隊というのをしております。さあ、じゃあ早速ですね、日本市場における羊肉、羊肉の現状です。羊肉って言ったり羊肉っていろいろ言うんですけど、一応今日は分かりやすく羊肉とかラム肉で一応お話ししますね。で途中で、もし大体ないですけどね、質問があったら分かるようにこうやって手を挙げてもらえれば、質問何でもお答えします。なのでお気軽に、あと後ほど最後には質問もコーナーありますんで聞いてください。日本市場における羊肉の現状です。さあ皆さん、日本人が一人当たり年間で食べる羊のお肉、大体どれくらいだか分かります。
牛肉はちなみに日本全国で割ると9キロぐらいだそうです。さあどうでしょう、見当つかないですよね。ここ1ヶ月でラム肉食べたって方、正直食べました。この1年、2024年に入ってラムをまだ一度も食べてない方、絶対多いと思います。そりゃそうですよね。まだまだ日本人にとっては羊のお肉馴染みがありません。年間 300g です。だからもう変な話、フレンチ行ったりイタリアン行ったりジンギスカン行ったりして羊のお肉食べたら多分軽く平均超えちゃうぐらい、圧倒的に、北海道が多いんですけど、それ以外の地域でまだまだやっぱり食べてない、まあ、人口が1億2000、2、3000万人で割るとですね、もうたったこれだけなんですよ。で、割合をお伝えすると、割合としてはですね、北海道が一番やっぱり圧倒的に多くて、ついで実は岩手とか長野県とかでも羊の、文化っていうのがありまして、ただ全体的には約50%、もう半分以上ですね、北海道で羊って消費されてるんですよ。で、残り関東はやっぱり多いですね、人口も多いんで羊のお肉使ってるところ多くて、残りはもう本当に 5% でそれ以外になります。まあ、ヒルゼンは皆さんねご存知だと思いますけど、ヒルゼンはもう西日本で唯一ぐらいになっちゃうのかな、がっつりを羊でジンギスカンとかやってる大きな施設としたら。なので逆に言うともう真っ白白ですから、これ今日皆さんね、四国、中四国のここら辺は大チャンスですよ。ぜひここから広めていくには他にいないということはすごいチャンスでもありますから、こういった現状なんですね。で、我々がですね、消費者リサーチの、をした結果出てくるのが、もう昔のラムのイメージ、多分皆さんもあると思います。もうほんと食べ慣れてない地域、特にそうだと思います。昔のラム肉ってやっぱりちょっと硬いとかね、臭い、ちょっと実態は何だか分かんないけど、なんとなく苦手とかね、そういう人結構多いじゃないですか。なんですが、最近はですね、今新たにそのリサーチをするとですね、今現在の消費者の人たちが抱くイメージ、リサーチした結果、なんとなくがつくんですけどね、なんとなくヘルシー、あとなんとなくダイエットにいいとかね、美容にいいとか、結構テレビとかで取り上げられる時も、女性がなんかこうスポット当たって、なんかすごくダイエットにいいんですみたいな、なんかすごくヘルシーでとかって言うじゃないですか。女性のお客さん結構多いんですけど、昔はやっぱり硬くて臭いなっていうイメージがあったんですけど、徐々に変わりつつあるんです。これが現実、消費者のリサーチでした。ラム肉のポテンシャル、伸びしろですね。今まで本当食べたことがないって、多分今日ね食べて、2024年初めてラムを食べる人たちもたくさんいますから、今まで食べたことないっていうのがよっぽど多いですよね。でなんとなくです、なんとなくヘルシーかな、なんとなく流行ってるかな、そういうところからですね、今の消費者の皆さんは食べてみたいなと、知らないからで、あんまり悪いイメージ持ってないんですよね。なので美味しかったらまた来たいなっていうふうに思える食材の一つだなというふうに思ってみてください。日本人一人当たりがですね、羊肉の年間消費量、本当にたった 300g ですから、もう中四国ほぼ食べてないです。逆に言います、つまり伸びしろしかないと思っております。熱すぎますか、大丈夫ですか、このトーン大丈夫ですか、そのままいきますよ、いいですか、フリースタイルでいっていいですか、はい、思いだけちょっと伝えたいんで、ね、本当にチャンスしかないです。もう今日ここに来てくださってる皆さんで、事前に登録されている方以外にも今日多くいらっしゃるということで、それだけ少なくとも興味はあるということですもんね。わざわざこの朝の時間に来ていただくということ、それだけこのチャンスは皆さんがどう勝ち取るかっていうのは、ぜひこの時間でなんかいろいろと頭の中で計算してみてください。チャンスです。さあ、じゃあ日本とか世界の羊のお肉の現状と、あとはまあオーストラリアのお肉のちょっとご紹介したいと思います。世界全体にですね、羊って12億ぐらいですよ。大体12億、もうすごい数の羊がいて、一番多いのはやっぱり中国です。大陸系、モンゴルに近いエリアですね、遊牧民とかモンゴルの近い。ネットフリックスの美味の起源って知ってます？ドキュメンタリー、あ、知ってます？あれ一番最初のエピソード1は羊肉なんですよ。
それね、ネットフリックスでもし美味の起源ってやつです。美味しいのむっちゃうまそうですから見てみてください。それだけ中国の人から愛されてる羊ですね。で、オーストラリアは世界で2番目にたくさん羊います。まあ順番こうインドとかアフリカ系が多かったりしますけれども、まあいろんな国で羊がいるっていうデータだったんですけど、それはつまり世界もう日本はもうね、ジンギスカン、これがもうレペゼンジャパンですから日本の和食になるのかな、ジンギスカンになりますけど、世界中で見たら四つ足の動物で唯一ですね、宗教を問わないっていうふうに言われてます。イスラム教の方とかヒンズー教の方とかそういう人たち全員食べられるお肉でもあるんで、世界中に羊の料理って実はあります。フレンチでもいっぱいあるし、イタリアンでも、もう北から南までいろんなジャンルがあったりするんですけど、まだまだ日本人の皆さんには、知られていない料理が実はたくさんあるんだよっていうのも一つあります。で、さっきのは世界で羊がどれだけいたかっていうデータだったんですけど、今度輸出になります。世界で輸出している国のランキングでいうと、実はオーストラリア1位でございます。最大の、輸出国になります。ニュージーランドもね、イメージ、羊のイメージ、もしかしたらオーストラリアでも結構ニュージーの方が多いってイメージあるんですけど、実はオーストラリアの方が輸出量または羊の飼ってる数っていうのは、多いですね。で、日本とオーストラリア使用頭数で国産の羊って人生食べたことあるかな。国産羊ほとんどないんですよね。国産の羊ってどれぐらいかというとですね、実は、関税は今 0% です。オリーブオイルと一緒です。関税は税金かかってないんですね、なんですけど、羊の頭数ってなぜかというと1万8000頭しかいないんですよ。この頭数こっち見ると分かるんですけど7400万頭いるんですよ。7000倍っていうか下手したらその5000倍とかそれぐらいの数字になっちゃって、いかにラム肉自体が日本では生産されてないかって分かりますよね。結構やっぱり日本の農家さんは牛肉をやっぱり推奨されたり生産することが多いので、実は農家さんなかなか政府農協さんからバックアップがないそうなんですよね。なので本当に羊を飼ってるところって近くにないんじゃないですか。岡山とかないんじゃないですかね。大体北海道、あと岩手とか東北とか長野が多いのが実態で、でもほとんどがフレンチとか結構星付きのフレンチとかそういったところに卸すぐらいで、ジンギスカンとかで食べる機会もほとんどもうスーパーではまず見ることがないのが現状です。で、オーストラリアは、このヨーロッパのね大陸が全部バコッとはまるぐらい大きな国なので、それだけ羊がたくさんいるということでもあります。オーストラリアちなみに行ったことあるという方、やっぱりオーストラリアってどこだか分かりますよね。南半球ですね。ちなみに下にありますすごいでかい国です。オーストラリアはこれだけ大きい国で、なおかつ羊がたくさんいるということになります。だからこそ世界輸出大国として人口はですね、だいたい2300万人ぐらいしか今いないんですよ。人口オーストラリア7000万頭羊いるじゃないですか。絶対自分の胃袋以外余るじゃないですか。輸出にしてお金にします。輸出大国ならではです。大きなマーケットは、アメリカ市場はすごい輸入してます。中国もすごいです。あとはアラブの国ですね。アラブの国諸外国で5万トンぐらいで、世界第1位の輸出国、オーストラリアなので人口よりも羊の数が多くて、自分たちが食べる分以外は全部海外に販売して外貨を稼ぐんですよ。オーストラリアって輸出大国って言われてるゆえんがそこにあって、当然ハラルとか聞いたことあるんですよ。ハラールとかハラル、イスラム教の人たちが食べられるような認証しているものとか、そういう世界基準での、相手先のニーズに合わせたりやってます。あと BSE とか牛肉だったら BSE 狂牛病ってありましたね、2000年初頭に。その時オーストラリア一切なってない国なんですよ。発症してない国です BSE。 その当時からもそうなんですけど、民間も含めて官民挙げてですね、
もう全力で徹底的にそういう疫病の対策とかしてるんですよ。ちなみにオーストラリアに行ったことある方で、入国するときに西カップヌードルとか入国できないんですよ。取り上げられちゃうんですよ、空港で。中にお肉が入ってるんですよ。あと卵とか、あと種系、ああいうの全部没収されちゃうんですよ。だからそれぐらいこう外から持ってくるフルーツとかも持ってくれないぐらいすごく徹底しているからこそ、世界トップクラスの安全で品質が高い羊肉っていうのは世界中で認められています。で、一応言っとくと、日本だとですね、北海道のジンギスカンがやっぱりメジャーで有名で、昔やっぱり安かったんですよ。だから皆さん今日お話しした中でも、羊って今高くなっちゃってねっていうお話すごい聞いたんですけど、実はもともと羊のお肉ってご馳走肉なので、世界はすごい高いんですよ。高級肉の部類に入るんですね。ただジンギスカンも昔の文化があったので、そこは安く仕入れられた時代があったので、どうしてもね、そこにギャップが生まれてます。だからラム肉って本来は安いお肉ではないというのは、まず新しくインプットしてもらって、それをどういうこう適正価格で販売するか、あとはその企業努力でメニュー開発したりするかというのが実はポイントになるので、覚えてください。日本の羊のお肉のマーケットシェアを言います。実際今一番新しいデータだと2023年、去年の12月の時点で、実は日本で食べられる羊ってもう 75% が実はオーストラリア産なんですよ。で、残りがニュージーランドが大体 21% ぐらいで、 4% がまあフランス産とかアイスランドとか他の、国から持ってきてたりし、あと国産もありますけど、国産は日本の全体の消費の 1% もいかないですから、それぐらい1万8000トンの少ない量なので、ほぼほぼ国産っていうのは流通しなくて、ほとんどが海外産です。 75% 大体オーストラリアです。で、僕たちは今実際に使われているのがニュージーランド産だろうが、アイスランドでも国産でも、フランス産でも全然構わないです。ただ僕らのシェアがこんだけ多いんですけど、何が一番言いたいかというと、 300g しか一人食べないから全然小さいパイなんですよ。なので僕らは産地はまずは置いといても、まずは羊のお肉もっともっと食べてほしいなっていうことで、こういう活動をさせてもらってます。今皆さんお手元にですね、カットチャート、カッティングマニュアルでこれ差し上げるんですけれども、前半が牛肉で後半に羊のお肉のページがあります。結構お肉とかね、お料理されるとやっぱこういうの絶対面白いから見応えがあると思うんですけど、日本ではですね、ラムチョップ有名ですよね。ラック、フレンチラックとかね、ラムチョップ、チャップとか言いますけど、一番実は多い輸入量は肩肉があります。ショルダーですね。で、ジンギスカン屋さんだと圧倒的に、ショルダーの腕肉、もしくは肩ロースとか聞いたことあるんですかね。今日多分試食で食べられるのもそのチャックロール、ジンギスカン屋さんだと一番いい定番のお肉として部位があって、そのショルダーの肩肉の分類になるんですね。加工用のお肉っていうのも大体お肉がロールのマトンロールとか聞いたことある丸っこいお肉とかですね、あとソーセージの原料だったりするんですけど、ほとんどが肩肉なんで8割ぐらいが実は肩です。逆に言うとまだまだ面白いランプとかね、まあ、今日皆さん業者さんが後ろにいますから、いろんな部位があるので、いろんな部位を試すっていうのも実は重要です。なぜならラムチョップは高級部位なんで値段はそれなりにするんです。でもそれは料理方法によっては、ショルダーの肉とか煮込みにはね、ショルダーがいいよねとか、例えばランプ、もも系のお肉だったらステーキいいよね、そういう使い分けができると、今回そういう機会を皆さん作ってますんで、ぜひいろいろと聞いてみてください。ショルダーのお肉は大体もうもうジンギスカンですよね。ほぼほぼジンギスカン、焼肉で使われることが多いです。さあ、じゃあ続いてですね、オージーラムについてお話ししたいと思います。ここまでで質問何かございますでしょうか。ありますか、大丈夫ですか。今度はじゃあ、まあ言ったら7割ぐらいがオーストラリア産なので、今使っている羊のお肉、これから使おうかなって思ってるお肉全体の、に言えることなので、ぜひラムについてちょっと深掘りしたいと思います。皆さんラムとマトンの違いって分かる方っていらっしゃいますか。マトンって初めて聞いたって方いらっしゃいます。実際ちょっとあんまり分かんない、多分馴染みがなかったら分かんないですよね。羊のお肉って子羊がラム、大人になった羊をマトンっていう分類するんです。言い方が変わるんですけど、世界中ではラム肉、これが高級肉、ごちそう肉として、人気があります。ラム肉をよくですね、まあ、今もうネットで
とか SNS とかで調べたらもうみんな書いてます。生後12ヶ月未満、生後生まれてから12ヶ月以上のものをマトンというふうに言う。圧倒的にラムの方が、価値が高いので圧倒的に流通量こっちの方が多いんですけど、皆さんプロなのでプロの人たちにはもっと分かりやすく厳密にお答えします。それは何かというと12ヶ月ぐらいで出てくるのがこの永久歯です。大人の歯です。この永久歯が1本も生えてないのがラムです。1本以上生えるとマトンっていうんですね。なのでもう皆さんは全員マトンです。ラムはですね、永久歯が生えてない羊のことなんですよ。それが大体12ヶ月って言われるので、正確にはお客さんとかでも結構ラム好きな人結構知ってるんですけど、プロはですね、永久歯が生えてるか生えてないかが大体12ヶ月なんですよって言ってあげると、おおってなりますね。オーストラリア大体ですね、18ヶ月から10ヶ月ぐらいです。6って書いてますけど、大体8から10ヶ月ぐらいで、まあ、枝肉の重量を、お肉をね、手足取って、首を取って、枝肉の重量が大体20キロから24キロぐらいのものです。ニュージーランドはですね、それよりもちょっと若くって、4ヶ月からまあ6ヶ月ぐらいの飼育期間って言われてるんで、ラムチョップの芯を見るとすごい分かりやすい。芯がちょっと小さいのがニュージーで、大きいのが、オーストラリアです。マトンはですね、まあ、こう1本以上入ってるもので、ホゲットって聞いたことあると思うんですよね。テレビとかで結構なんか北海道の、どこどこファームさんが作ってる幻の羊、ホゲットって何？ホゲットっていうのはですね、ここは、マトン、ラムとマトンの実は間にいるんですけど、12ヶ月から24ヶ月未満、もっと簡単に言うと2本生えたらもうマトン、1本だけのものをホゲットって実は言います。ただその1本だけのために流通するにはオーストラリアはもう7000万といるんで、そういう規格っていうのは海外産のものってまずないんですよね。生産性がちょっと悪くなっちゃう。で、国産はもう本当に1頭300、頭とかね、数十頭の農家さんしかいないので見分けがつきます。もう2本生えてるから1本だと。なのでホゲットって出せて、そういう付加価値を作って、そんなイメージです。なので皆さんはラムかマトンしかないというふうにお考えください。ここからちょっとテクニカルできますよ。いいですか？大丈夫ですかね。どうぞご質問。はい。いいですよ、もちろん撮ってください。僕の写真ですよね。あ、全然いいです。あ、こっちですか？スライドですね。あ、いいですよ、全然撮っていいです。両方いいです、両方いいです、全然いいです。あの、もうどうぞ上げてください。もうまんま上げてください。すいません、先に言うの忘れてました。スライド全然写真撮ってもらって構わないです。で、テクニカルな話になるんで、ちょっとあんまり深掘りしすぎると置いてけぼりになったらあれなんですけど、でも多分知っといた方がラム興味あったらいいかなと思って言っちゃいますよ。テクニカルいきます。オーストラリアの羊ってほとんどが、もう7割から8割ぐらいが実はこのメリノっていう品種なんです。メリノって聞いたことあるか？ありますよね。多分みんな聞いたことあります、実は。そして冬、夏はあんまりないですけど、冬は絶対みんなさ持ってんじゃないかな、お家に。何で有名か分かりますか？メリノといえばウール。そう、ウールです。羊毛ですね。もうユニクロにもめっちゃ履いてるじゃないですか。最高級ウールです、メリノウール。あれの品種が実はこのモコモコの子です、羊ちゃん。あの、ウールを取るのには最高の品種になるので、オーストラリアってもともとはこのウールの羊毛を世界に売る産業でお金儲けてました。で、まだあります、こういうかなりマニアックですけど分かりやすいのはサフォークってね、聞いたことあると思います。日本の国産農家さんが多いのがサフォークっていう品種で、顔が黒くって、で、サフォークって、まあ、イギリス原産の羊なんですけど、あの、羊のショーンってあるじゃないですか、アニメーションのムービー、あれサフォークです。で、この子はむちゃくちゃ肉質が良くて、肉にすごい定評があります。他にも、お肉にすっごい定評があるドーバーとか、まあ、ここら辺もいるし、あとはちょっとウールとしての評価が高いから
肉用と羊毛の兼用種っていう品種もあります。両方取るためこっちは肉毛はねあんまり評判良くないです。ほとんど薄もう短い毛なんで肉用の品種です。肉用の品種こっち羊毛の品種メリオです。こっからいきます。ここはよくねメディアの方に聞かれるんですね、最近すごい羊がなんかメディアでよく取り上げられたりするんで例えば読売テレビから取材が来ましてちょっとお伺いしたいんですけど昔のねラム肉って今最近流行ってますけど昔のラムってねやっぱ硬くて臭いイメージあったんですけどなんで今のラムって、ね、結構ね美味しいって言われるんですか。それ気になりますよね。確かになんでって今日食べてもらうラム肉なんて抜群に美味しいですよ。多分今までのイメージ覆るぐらい美味しいと思います。でもなんでっていうのがあるんですよ。なんでみんな硬くて臭いイメージだったのに どうしたのかなんですか。ここ紐解いていきます。諸説はあります。文献がございませんので、ね、ただ僕が、いろいろこう、まあ、ラムに携わっている中で一つの導き出した答えというふうに思ってもらえればと思うんですけど理にかなってます。まずいきます。めちゃくちゃ最高級のウールメリノという品種がいます。これがもうほぼほぼ、8割以上オーストラリアもともといたんですね。むちゃくちゃ羊毛産業で儲けようとするウールでお金儲けますね。そしてお肉はですね実はね副産物なんですよ。それはそうですよね。もう取れるだけ羊の毛刈ります。もうおじいちゃんおばあちゃんになってもう動けないよともう羊の毛も取れなくなっちゃった。でも捨てるわけにいかないですからそれをしっかりとお肉として販売しましょうね。なのでおじいちゃんおばあちゃんの羊あれを売ってました。副産物として。その時に例えば北海道いやもう欲しいぜひちょうだい安くてもう捨てるぐらいでもちょうだいちょうだいちょうだい安く仕入れられました。で日本人の技術力で世界にはないですよ。薄切りって焼肉カットって、まあ、アジアにはあってもオーストラリアには当然ないのでもう硬くて臭いのを焼肉カットにしてでも硬くて臭いですよ。匂いきついですよ。おじいちゃんおばあちゃんです。でもそこに生姜だったりニンニクだったりリンゴを入れることでもみもみしてマスキングしたりあとは酵素の力で柔らかくしたりして生まれたのがジンギスカンなんですよ。で北海道出身の方かお友達とかご家族にいるかもしれないですけど北海道では2パターンあるとしてます。味付けジンギスカンっていうのとあと後付けっていういわゆる焼肉ジンギスカンの鍋で焼いたのをタレにつけて食べる。でもう1個はもみもみされても味付けされててそれをそのまま焼いて食べる2パターンなんですけどどちらも同じ原理で醤油、ニンニク、生姜、玉ねぎねそれでうまく食べられるように美味しく食べられるようにしたっていうのが始まりなんですよ。なので安く仕入れられたから当然値段も安かったんですよ。でマトンロールとかねもんごい安かった。だからマトンですよ。みんなだってウールをもう取るだけ取ってお肉にしてますから。ところが1990年代に入ってまあ化繊ですね化学繊維ポリエステルとか皆さん持ってるでしょフリースとかああいう化学繊維がどん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 台頭してくるんですよ。人気になってくるんですよ。したら羊毛産業やばいなとあれちょっとお金儲かんないなこれ以上需要が減ってきてるぞと。そこでどうしたかっていうとさっきの右側にいた肉用種っていう子たちを、まあ、他の国から持ってきて交配させるんですね。それでメリノが肉用種としてはあまり評判ないウールとしてはむちゃくちゃ評判いいけど肉用種としてはねまあ副産物になる前からもまあいまいちちょっと癖強いな。でも肉用種をめちゃくちゃ掛け合わせることで肉の質上げていこうねっていうふうにシフトしたんですよ。それが畜産業にシフトしてくるタイミングが大体1990年ぐらいです。なんで多分昔食べた羊のお肉って結構パンチがあったりするんですよ。大体好きな方もまあいらっしゃいますけど苦手って方が圧倒的に増えました。特に西日本なんて羊食べる文化がないんで牛肉とか鶏ですもんね。だから羊の匂いが独特にちょっと強すぎたんですけど実はその1990年代頃からもう今ではですねこうやってお肉に産業としてシフトしてもちろんウールも取るんですけど実はここが今の、まあ、オーストラリア全体的に羊の、お肉が昔は硬くて臭かったけど今は、まあ、結構美味しいね癖もあんまりないよねそういう風になってきた
理屈だと思います。多分これ合ってます。もともともうたくさんメリノがいたんですけど、肉用種って言ってね、サフォークみたいな品種あって、もういろんな特徴があるんですよ。もうすぐに成長してすぐに大きくなる子もいるし、子供をたくさん産むとかね、あと乾燥とかいろんな条件、環境条件にすごいタフなやつ、そういろんないいところをどんどん交配させてブレンドさせていって、一元交配、まずいわゆる F1 ですね、あの牛肉とかでもいう F1 です。 F1 にもう一回肉用紙をかけて実は生まれてる、まあ、世界ではですね、日本 の, あのオーストラリアに通じてプライムラムっていう言い方するんですけど、数がどんどん増えてきてるんで肉うまくなってるよねっていう考え方です。だから昔と比べてラムってそんな癖ないよね、あんまり匂いきつくないねっていうのはこういう理由なんですね。プライムラム、プライムって、まあ、最高級っていう言い方なんですね。日本語では最高級なんですけど、実は世界ではすごくごちそう肉っていうふうに、オーストラリアのお肉はオーストラリアのラム肉って言われてます。そういう認識されてるっていうところがあります。だから昔の北海道でむちゃくちゃ安く買って食べてた人たちからすると、あれ硬くて臭いのがあれがうまいんだよみたいな、やっぱり年配の方とかよく言うんですけど、時代がだいぶ変わってます。普通に美味しいお肉になってます。その分世界からもごちそう肉の需要があるんで、値段は当然上がってくるよね。だから値上がりした理由ってそういうところがどん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 あの理にかなってる、まあ、もちろん円安とかの影響もあるんですけど、ラム肉はごちそう肉ですよというふうに思ってください。だから皆さんが使おうと、まあ、これからもしねご興味あれば、ラム肉ってむっちゃユニークです。プライムラム、ぜひ覚えておいてください。さあそれではですね、ラム肉をね実際にじゃあビジネスにどうやって活かしていこうかっていう話をしたいと思います。まだもうちょっとで終わりますからね。まずラム肉ね、これから皆さん、まあ、使っていらっしゃる方、もしくは前使ってたけど最近はちょっとな使ってないんだなとか、あまだ一回も使ったことないとか、そういう人皆さんいらっしゃると思いますけど、具体的にラム肉をイメージしてください。一番大事なことは僕が言いたいのは一つだけです。皆さんここにいらっしゃる飲食店に関わる皆さんは答えは1個しかないですからね。答えは1つだけですよ、常に。それは何だか何ですか。ラムを使うことではないですよ。今日お集まりいただいている皆さんの商売で唯一答え、正解は何か、儲かることですよ。商売繁盛がもう唯一の答えじゃないですか。そのために鶏も豚も飽きられてるし、牛はまあまあちょっと高いし、馴染みがあるし、何か新しいものを取り入れてビジネスをもっと飛躍させる、そのためにラムがあると考えてください。もう正解は1個しかないです。繁盛するかどうかです。そのためのラム肉をじゃあどうやって使ったらいいのっていう話です。で今回ですね、ちょうど、いいビジネスモデルとしてご紹介したいなと思うのが、岡山市内でですね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、ラム肉バルユイ。で最近はですね、岡山ジンギスカンユイって駅前に作った、飲食店をやられている田中さやかさんがいらっしゃって、それこそ瀬戸内ラムプロジェクトの実行委員だったりするんで、今回じゃあちょっとさやかさん前に来ていただいて、いろいろとお話伺ってみたいんですね。いいですか、喋って。はい、大丈夫です。ラム肉バルユイってできたのが2016年ですよね。ちなみにもともとなんでそんな尖ったことやろうとしてるんですか。岡山でラム肉専門店やるのにちょっと正気の沙汰じゃないですよね。ちょっと言い過ぎたら。大丈夫です。どうしてそんなラム肉やろうと思ったんですか。もともとラム肉がすごく好き で当時2016年に、まあ、昼店にはあのジンギスカンさんちょこちょこあるんですけれども、この岡山駅周辺のビジネス証券というか、もうラム肉を専門とする店が一軒もなかったんですね。美味しいラム肉を広めたいっていう思いです。そう、シンプルな理由で。そうです。それだけで始めたんですか。ここはちなみにもともと何かのお店だったとかですか。ラーメン屋さん。でもカウンターのお店メインになりますもんね。そうです。結構そんなに広くはない。そうです、7つも13席の小さいお店です。だったんですよね。はい、だスタートさせた当初ってお客様からの反応ってどうでした。最初はもう全然認知も全くされてないかったので、やっぱりこういう飲食業界 のオーナーさんに来ていただいたりと、口コミで徐々に徐々に、最初はもう最初から
もうすごく毎日満席ですごく売上が上がってましたっていうわけではなかったです。最初はそうですよね。でも、コロナ禍経て今その駅前に去年岡山ジンギスカン、まあ、名前つけてユイっていうジンギスカンをやったっていうのは何か理由というかそこに何かこう勝機があったということなんですかね。そうですね、私自身もここまでとはちょっと思ってなかったんですけどもどん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 リピーターの方がすごく多くいらっしゃいまして、やっぱりこうラム肉ってこう硬い臭いこういいイメージがあまりこうない中でこうラム肉食べた時に衝撃が強いんですね。元のイメージが悪いものが美味しかったらさらに上回るんですね。感動が人が人を呼ぶという。ちょうどあれですよね、なんかラム肉バルって客単どれぐらいです？ちょっとアッパーでしょうね。そうですね、ラム肉バルが国産メインでだいたい8000円から1万円、まあ、結構いいゾーンですよね、アッパーゾーンですよね。で、もう一つのジンギスカンはもっとカジュアルな。そうです、今一人単価4000円から5000円の両方の高価格帯のお店作りからさらにカジュアルなお店に両方今扱ってるんでまたそのちょっとお客様の層も少し違ったりしますよね。そうですよね。なんでなんかこう、まあ、ビジネスで利用される方もいらっしゃればやっぱり例えばもっと大衆的なお友達とかねカップルとかそういうので利用したりするって両方のビジネスがあるからすごくこうどっちもお話ができますよね。いい悪いとかっていうのも含めてね。そう、日本のですね、日本フードサービス協会というのは東京に事務所があって全国の、まあ、大きな外食企業さんが加盟している、フードサービスの協会があって僕そこの事務局の人に聞いたんですよ。日本フードサービス協会の加盟店の皆さんがどんなワードを気にしてるんですか、最近のトレンドのキーワードとかありますかって聞いたんですよ。外食全般ですから飲食店の皆さんも一応押さえておいた方がいいです。我が道を行くスタイルでもいいけれどもお客さんとかその世界のトレンドってどうなのかは知っておいた方がいいと思います。まず赤身志向です。まだまだ続くと言われてます。なぜならやっぱり健康志向が高まってるから、正直だって和牛ってもう 300g とかご自身が食べるってなると結構しんどいじゃないですか。ステーキで 200g の和牛を食べるって焼肉屋さんとかでも正直ちょっとしんどいから結構桃系食べたいとかなったりすること多いと思うんですけど、実際若い人も今もうカルビとかあんま食べないらしいんですよ。だいたいロースとかハラミでしょ、いっぱい人気なのは赤身の方が好きってよく言われるんですね。だから赤身肉ってまだまだトレンドとしてすごく つながってきます。それもなぜか健康志向の高まりです。あとはやっぱりナチュラル、今ナチュラルワインとか扱ってるお店ありましたよね。ナチュラルワインと同じもうナチュラル志向ってもうどんどん増えてます。特に女性だけ、女性が多かったけど最近は男性でもやっぱそういうナチュラル系っていうのをすごく好んだりしてきますね。で当然インバウンド、これは岡山だけではないと思いますけど外国人観光客がお金持ってますから、お金を使わせる方法を皆さん考えないといけないです。この下の段ですね、サステナブル聞きますよね。もう CM でもバンバン流れていくがようやく皆さんの頭の中でも飲食は例えば個人店でやってたらサステナブルなんてほど遠いところにありそうに思えるんですけど、実はそのサステナブルは皆さんの日常にちゃんとあるんですよ。言葉にしてるだけで持続可能かどうかっていうことなので、皆さんの飲食店でやってたら必ずそのサステナブルは押さえておいた方がいいです。なぜならお客様はそれを意識してめっちゃバッチつけてるじゃないですか。虹色のこのバッチつけて食事するんだったらやっぱり自分たちもサステナブル意識してますってやった方がいいに決まってます。アニマルウェルフェア聞いたことありますか？アニマルウェルフェアもあんまりまだまだ馴染みがないんですけど、実は世界中ではこのワードは一般化されてます。エシカルも一般化されてます。世界で例えば欧米は特にそうですね。エシカルとかアニマルウェルフェアってすごく当たり前になってきてます。これあのサステナブルとか SDGs の中に入ってるんですけど、要はですね簡単に言うと動物福祉です。つまり牛、羊、家畜が生まれてのびのびと健康的に育ってストレスのない環境で育って最後お肉にさせていただきますよって言って捕食する、その考え方をアニマルウェルフェアって言うんですよ。これは世界のもう欧米諸国の人たちはもうこれ当たり前です。だから鶏肉が今すごい話題になってて外食企業が卵ですね、海外で店出店してる方もいらっしゃるかもしれないですけど多分実感するんですけど、あの平飼いですからこの卵はみたいな、鶏肉ゲージ飼い平飼いどっち問い合わせ来るそうなんです。
それぐらいすごい敏感です。世界は日本ももう来年のエクスポがあるから外国人観光客一気に増えますから、どこまで拾えるかですよ皆さんが。エシカルも一緒です。倫理的なとか道徳的な、要は人が人らしく羊が羊らしくっていう考え方です。こういうワードが気にしてるんですって。で今言ったこのワードが実はですね全部ラムってハマるんですよ。ここすごい伝えたかったんですね。ラム肉は全部ハマります。なのでラム肉は注目だよねっていうのは客観的にも僕はそう思ってます。最後ラム肉の魅力、売り方ちょっと具体的に言います。3つ大きく分けてあります。まず最初に言いました宗教を問いません。イスラム教徒は豚ダメ、ヒンズー教の人牛ダメ、全部いけます。もうどの宗教でも食べられる唯一の赤身肉って言われてます。鶏肉とかじゃなくて赤身の四つ足のお肉ですねがあるということ、これはもうインバウンドに向けては非常に重要ですね。で栄養価値、もう女性がなんとなくヘルシーっていうのはもう正解です。その高い栄養価値っていうのはたくさんあります。これ豚肉よりも鶏肉よりも牛肉だったら、和牛よりも全然あるんですね。それとサステナブルですよ。でさっきの画像と一緒で世界中に料理があります。皆さんまだまだ知らない料理たくさんあります。なので知らない料理でも絶対日本人が好きな味付けだったりするので少しヒントになればいいかなと思います。羊肉、羊のお肉って栄養が高くて、まず鶏肉、豚肉、あと和牛に比べるとタンパク質の含有量が非常に多いです。あと亜鉛、亜鉛っていうのは、例えば、免疫力を上げたりとか疲労回復とかアンチエイジングって言われるんですけど、記憶力とかね、もうコロナ禍ですごい流行ったみたいですよ。その免疫力を上げたいからサプリメント、ラム食べたらいいんですよ。普通にラム食べたらそれぐらい栄養力があります。鉄不足、女性は必ず陥ります。鉄不足ですね。 100g のラム肉と、食べたら同じぐらいの鉄分を取りたいですけど、ほうれん草やったらバケツ5個分無理ですよね。だったら毎日とは言わないけど月に何回かラム肉食べて鉄分補給したらいいんじゃないっていうところもお客様に一言添えられるかどうかでメニューを選ばれるヒントになると思います。で最後、人類最後の家畜って言われてます。もうメソポタミア文明ってもう歴史でしか習わないあの時代の3500万年前ぐらいから人類があの歴史が始まったと言われてる、記述がこうなんか石かなんかに書いてある、その時から羊がいましたって言われてます。つまりもう昔から羊って人類と共にいたんですよ。めっちゃサステナブルじゃないですか、そんな言葉言わなくても。羊ってそもそもみたいな。当然こうやっていろんな捨てるところが全くなくて、もうテニスやってる方とかやってた方とかね、あのガットは羊腸ですかね、羊の腸だったりしますよ。でウールもちろんお肉、あとお薬の原料になったり血液があったり骨だったりなるんですけど、もう全部捨てるところないので、もうそもそもサステナブルですよと言わなくても。なのでもう胸張っていいんです。宗教問わないですよ。大企業さんね、食事で会食伝えました、ラム肉めっちゃいいですよ今みたいな話言ってみないください。サステナブルということで、もうほとんど終わりです。瀬戸内ラムプロジェクトについて最後はですね、こんだけ僕が熱く語ったんですけど、ちょっと皆さん瀬戸内ラムプロジェクトって一体何なのっていうのをちゃんとご説明した方がいいですし、ご紹介したいなと思います。今回この主催いろいろ運営とか全部関わってくださってる、先ほどご紹介した田中沙耶香さんね、ジンギスカンとか羊のお肉をやってます。で、皆さんもご存知の方多いと思います。聞いたんですね、グルメ系のインスタグラマーさん。それでいろんなイベントやったり YouTube でもいろんな活動されている、まあ、庄司さんご夫婦、この4名でですね、僕がラムの話を、ラム肉バルユイさんと一緒に話をした時にすごい盛り上がって、もうなんかもっと盛り上げません、ね、岡山 です。全然知らない人多いんだけど、やっぱり食べたら美味しいじゃないですか。知らない人ばっかりだからその機会を作ったらいいんですよねって思って、あ、やばい、僕もう喋っちゃった、これ以上もうね、振らないといけない。そう、多いのよ、すみません、僕ら喋るね、出番がないんですけれども、いえいえいえ、いや、もう皆さん、自己紹介兼ねてですね、皆さんの思いをちょっとだけ、ね、教えてください。ありがとうございます。私、どこエコチャンネルのヒロこと、まあ、僕プロモーションの庄司と申します。まあね、このように本当に熱い思いで水橋さんと出会いまして、やっぱりこう岡山でいかにラムを流行らせるか、そういったところをですね、本当にやってみたいなと心から思いまして、今回こういったプロジェクトを立ち上げさせていただきました。ぜひ皆様のお力も借りれたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
がラムをこう深く知るきっかけになったのはさやかさん、ラム肉バルのおかげです。8年前ですね。本当にできたばっかりの頃に行かせていただいて、国産のラムっていうのが僕は人生初めて食べさせていただいたのがさやかさんのお店で、その時にこうなんかすげえなって、もう純粋に本当に美味しくって、なんか国産のラムってすごい優しいというか、ラム臭さが本当になくって、逆に言うとそのジンギスカンユニができたことで、あこれこれみたいな、このちょっとこう濃厚な旨味があったりとか、そういう国産とこの王子輸入のラムの違いみたいなのもすごい楽しめて、これ意外と今日ご挨拶させていただいた方でもラム食べたことないっていう方もいらっしゃったんで、まあ、今日この後試食もいろいろあるので、まあ、本当にこれをきっかけにちょっとでもラムを一般の方にもたくさん広めていただけたら嬉しいなと思っております。ありがとうございます。はい、たくさんの皆さんもお集まりいただいてありがとうございます。株式会社シープの田中さやかです。言い出しってなんですけれども、もうそんな言い出しってがこんな大きな皆さん、巻き込む形になって、で大きなこう今日来ていただいている飲食店の皆様がこうより多くラム肉を使ったり使っていただくことによって、もっともっと岡山の町がこう羊を広めて活性化していけたらいいなと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあここで全部読まなくてもいいでしょうけど、やっぱりみんなでね、そうですね、あの話をしてた時に、はい、なんかね、瀬戸内って名前もつけたらどうすかみたいな。もともとは岡山だったんですけれども、やっぱりやるからにはね、よりこう皆さん広く知っていただこうということで、ちょっとおこがましいんですが瀬戸内をつけさせていただきまして、瀬戸内ラムプロジェクトと、ということで、させていただきました。ちなみに瀬戸内、四国からご参加の方っていらっしゃったりします？成り立った成立しましたよ。だから瀬戸内で、ちなみにですよ、はい、山陰の方からも来ていただいてる方今日ですよね。そうなんです。山陰って言ったらどこ、あ、どこですか？鳥取から鳥取から鳥取から2時間半で、あの有名な瀬戸内ラムプロジェクト知って、さすがっすね。ありがとうございます。いや本当にね、本当瀬戸内っていう、もうあえてこう範囲を広げてでも、うん、まだまだラム食べてる人たち少ないし、お店も少ないしっていう意味で、まあこれからね、伸びしろチャンスがいっぱいあるんじゃないかっていうことで、そうです、本当北海道に次ぐ第二のラムの故郷みたいな形でね、岡山を追っていきたいと思っておりますので、はい、で一応流れはね、今日のこのセミナーが8月にこれであって3部作になるんですよね。そうですそうです、はい。まあ、今日は本当第1代のこのオーディナーセミナーですよね。そしてもうこれ予定してるんですけれども、2024年の11月にですね、あの石山公園という会場でラム肉を食べれる、実際に消費者の方が食べれる、イベントの方を開催を予定しております。はい、はい、そこにはね、もう県外から超人気のラムのお店が来ている。さっき最初の方で言ったラムバサダーっていうアンバサダーも呼んでですね、はい、まあ、都内でもすごい人気なラムのお店の人たちもいるんで、まあ、そういう人たちも呼んで一緒に盛り上げようってね、そうです、企画してますよね。でもちろん地元の、ね、皆様の力も借りながら、そこで、はい、あのラムの、ね、お料理を提供していただいたり、普段提供されている商品なんかもね、一緒に売っていただいて、みんながこうラムを知っていただけるような機会。だ今日いらっしゃるメンバーの皆さんのね、やっぱり反応とか、実際に扱ってみて、なんかこうなんかちょっといいかなと、ラムに結構いいかなと思って、うん、最後そのイベントのフェスをやった後に、まあ願わくばここまで行きたいですね。そうですそうです。最後は取り扱っていただいたお店様を巡れるようなグルメラリーなんかもね、できたらなと思っております。なので第1回は今日のね、ラム肉セミナーですけれども、はい、第2回このラム肉を使ったもうガッチガチのコアな、はい、めちゃハードコアなイベントやりますので、ラム肉フェスティバル、楽しみですね。11月も決まってますね。23日土曜日、24日日曜日、2日間やりますからね。今宵もいいですよ。8000人呼びますからね。目指しますよ。出ましたけどね。そして今ここにいる皆さんの中から、はい、仲間集めたいですよ。はい、そうです。もうぜひね、あの今日皆さんですね、後ろにテーブルがあるんですけど、実は羊のお肉を輸入しているインポーターの、企業の皆さん、こっちからですね、はい、テンダープラスジャパンさんと、トップトレーディングさん、そしてハニーフーズさんで、最後日本ハムさんが、これはもう大体日本の羊肉のシェアの大半を握っている。今日はあえてその4社を集めてですね、で実際にラムを食べてもらって、で
お話をしてビジネスに直結させるような機会を作らせていただきました。すごい貴重な機会ですよね。これはなかなかね、直接インポーターさんとつながれる機会というのが本当ないので。ですよね。なのでこういう機会はぜひ無駄にしないように、多分仕入れ先分からないとか、どこから買ったらいいか分からないって、絶対いいなと思っても次にそういう疑問が出るんですけど、今日それ今日で解決できるんで、ぜひ直接、あと1社だけではなくても何社も皆さんともつながったらいいと思います。それぞれ持ってる武器が違いますから、お肉ぜひその時間を作りたいなと思います。そして忘れちゃいけないのは、今日は新たもう心強い味方もいて、はい、喉カラカラですから、ね、ですよね。皆さんちょっと我慢していただいてますよね。なんと、はい、なんとね、サントリー様の方とですね、と、ワインの方でですね、大阪の方から彼らでお越しいただきました。でオーストラリアワインですよね、セラーさん、セラーさん、はい、ビレッジセラーさん、大変失礼しました。ラムに合うワインっていうものをね、お持ちいただいたんですよ。オーストラリアワインもすごい有名なので、すごく今日は試していただくのに1回だけ。なので、酒屋さんの綾野さんにご協力していただいて、あとですね、最後料理の方もう今匂いがもうしてきましたから、そうですよ、まだだと、はい、今回はご用意させていただきました。3つ商品ご試食できます。ここのテーブルに多分出るんだと思うんですけど、はい、まずラムチョップ、もう1人1本食べれます、はい、なので必ず1人食べられます。ラムチョップまず1つと、はい、あとは煮込み料理でショルダーですね、腕の部位を使った、腕のお肉の煮込み料理、そして肩ロースをグリルして、せっかくなのでそのラム肉バーのユイさんで使っているタレを、一緒に食べていただくという3つの商品、ちょっと説明をしてもらっていいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。皆様ようこそマグリットにお越しくださいました。マグリット創業委員長の佐藤でございます。本日は非常にレベルの高いラムを頂戴しまして、スタッフ一同緊張したぐらいでございます。本当に袋を開けた瞬間に皆様覚えがあると思いますけど、ラム特有の臭みや、あとはちょっとドリップが出るような感覚が今回のお肉からは一切感じられておりません。なので非常に調理がしやすいです。なので本日は目の前で皆様にステーキタイプで食べていただくものと、先ほどいただいたショルダー、そちらはちょっと岡山らしく桃と一緒に煮込んで抗酸化対応などちょっとカラーをつけております。そういうものと、あとはもう骨付きのラムチョップ、美味しくいただけると思います。こちらはね、ニコラのユイさんからいただいたソースと、あとはたっぷりニンニクも添えておりますので、ご都合よろしければニンニクもしっかりつけて召し上がっていただきたいと思います。では簡単でございますが、本日のご試食どうぞお楽しみくださいませ。失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。だいぶ喋り慣れてるじゃないですか。ショルダーの煮込みはどうだったんですか、はい、ショルダーの煮込みはどんな感じのお料理ですか。あ、もうそうですね、本当にたっぷり6時間ぐらい野菜と、あとはこう牛の出汁と一緒に煮込ませてもらって、そこには先ほど入れた桃も一緒にクタクタになるまで入れておりますので、そこは本当にもう歯がない方でも食べれるぐらい柔らかいように仕上げてますので、ごゆっくりお楽しみくださいませ。ありがとうございます。